ハロー YouTube、 なすびです。こんにちは。ということで始まりました本日のなすび TV、 7月6日のなすびガイドということで、まあ、皆さんの役に立てる情報を発信していこうと思ってますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ということで7月6日のなすびガイド、本日はですね、安田さんと時久さんをお迎えしてのビアコガイドでございます。よろしくお願いします。で、今日はね、土曜日ということで、なんかもう土曜日になったらめっちゃ難しくなるのか、苦戦してますね、なすびって。で、この苦戦した時って結構コロコロ移動するともうほんまに釣れない負のスパイラルに入っちゃうんですけど、今日はもうその経験を何度もしてるんで、それを踏まえて一つのスポットに対してもうずっとじっくり移動やって、でもちょっと狙いが違うんじゃないかなと思ったら、もうジャンルの違うところをじっくりまたやって、まあじっくりやった釣りを転々としたんですけど、結局難しい。で、まあ今のところ、まあ、ジグで1本釣れてるんですけど、まあ最後食ってくれという感じですね。で、今場所は瀬田川でやってます。でちょっと聞いてほしいんですけど、瀬田川ね、渋滞してるとき釣れるんですよ。あ、別にいいですよ、釣りしててください。瀬田川渋滞してるとき釣れるんですよ、この大見おかし。さあ、まあお客さんにナスビ動き出したでって言われて移動しましたわ。そんな瀬田川でやっております。で、放水量、放流量がね、50トンになったので、まあ僕は朝一からずっと流れが結構当たる場所をでやってるんですよ。やっぱり流れが弱くなったら、より流れの当たる場所でやる方がいいかなと思って、でもそれでもなかなか釣れなくて、で、まあちょっともしかしたらと思って、流れの寄れてるエリアだったり、流れがあんまり当たらない場所だったりを狙ってるんですけど、なかなかダメで、で結局この瀬田川の流れが結構ダイレクトで当たるエリアで今ポロって釣れたんで、やっぱりここかっていう感じでちょっとやってるんですけどね。で、まあ狙ってる、スポットはもうほんまに流れのある場所にエビも、まあ、ウィードある場所をやってます。まあそんな感じのなすび TV でした。何の参考になるか分かんないですけど、皆さん明日の日曜日の参考にしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。